皆さんこんにちは。日活研究所の渡辺です。今日はこれから皆さんにダニとアレルギー問題についてお話しいたします。チリダニは意外な生息場所からも検出されていると聞きますが、どのような場所がありますでしょうか。チリダニは衣服からも検出されています。これは室内で動植ダニが衣服に付着した場合もありますが、仕事は学校、保育園、あるいは電車、バスなどの公共の場で衣服に付着した場合が考えられます。つまり衣服がダニの運搬、分布拡大の媒体になっていると考えられます。また靴や靴下、ブーツなどの意外な場所からも多数のチリダニが検出されています。特に履いているブーツの中は汗によって相対湿度が、95% ぐらいになりますかね、超えております。そこでまた足の体温によって当たられています。この谷に梅雨時期以上の高温体質になります。ダニの餌も多く、ダニが繁殖して考えられます。